んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、群馬県に向かっております。そして向かう先はですね、群馬県の赤城山の方にある山屋宗月さんという宿に宿泊いたします。現在は埼玉県なんですけれども、今からですね、場所は群馬県の中でも方向違うんですけど、時間があるので、こんにゃくパークに行ってから、その後赤城山の方に向かうんで、結構遠回りしますね。まあ時間はたっぷりあるので、こんにゃくパークね、ずっと行ってみたかったんですよ。お昼ご飯も無料というのもありますし、本当行ってみたかったんで、今回は行ってみようと思います。天気もいいし、秋空気持ちいいですね。運転楽しみます。デイ、群馬県はかなりの回数来たことはあると思うんですけどね、もう行く場所がいつも決まってしまっていて、限られちゃってるんですけど、すごくいいところ多いですよね。観光するにも温泉も多いし、チンスポットもすげえ多いんですよ。チンスポット全然行けてないんで、行ってみたいなとは思うんですけど、なんせ遠いんでね、来るときはだいたい草津とかその辺の有名観光地行っちゃってますね。マジでね、群馬県行きたいところたくさんあるんですよ。今回行くこんにゃくパークに関しても、そっち方面に富岡製糸場、着いたー、こんにゃくパーク。おカラフルだな、ずいぶん。こんにゃくパーク着きました。思ってたより広いんですよ。そしてこのテーマパーク感、驚きです。これは楽しそう。空いてますしね。どこから行きましょうか。子供たちが楽しめる、ああ遊具がありますね。観覧車もあるし、どの辺行こう。こっちやってないから行ってもしょうがないか。いいね。足湯コーナーがありました。これは無料だ。あらー、すごいじゃないですか。結構広いし。入り口がありました。入りますか。受付を済ませたらチケットをいただきました。まずは工場見学からですね。この規模、無料で入れるってすごいよ。早速感動してますよ。動いてませんね、機械が。時間帯が悪かったかな。平日の早い時間帯だとほとんど人がいません。土日は混むでしょうね。この状態で見学できるのはいいわ。ただ動いてないんだよな。なんで終わっちゃうぞこれ、このまんまだと。なんかさ、これ BGM とか解説とかがいろんな音がね入り混じって、すっごい騒がしいよここ。92% が群馬県で収穫だって。こんにゃく、そんなに。おお、こちらは稼働しておりました。
げー機械だな。この機械を作った会社もすごいよね。こちらは白滝ですね。楽しかった工場見学。あとはお土産コーナーとバイキングかな。行ってみましょう。詰め放題。いろんな種類の詰め放題あるみたいですね。これもそうだし、あっちも。一口ゼリーとこっちは。とにかくいろんなこんにゃくがあります。あ、バイキング、あっちバイキングだ。行ってみましょう。キング取ってきました。種類が結構多くてですね、これでも全種類取り切れてないですね。早速いただきます。ラーメンと冷やし中華と焼きそば食べたんですけど、全部美味しいですね。まあ、あの麺はこんにゃくなんですけど、言うてこんにゃくなので味付けがやはり美味しいですね。かき揚げとタコのなんだあれ、唐揚げみたいのあったんですけどね、不思議な感触でした。そして味噌田楽は安定の美味しさですね。ゼリーも美味しいですね。ごちそうさまでした。こんにゃくなので途中で飽きるかなって思ったんですけど、飽きないように上手に味付けされてました。すごく美味しかったです。では土産を買って帰りましょう。館内から出ました。ソフトクリームとか持ってるんだね。こっちは何だろう。ここで皆さんの知っているルプルのこんにゃくが始まります。フーズマーケット、こちらは何でしょうか。直売所って書いてあるな。本当に直売所ですね。野菜とかの。このみかん安いよね。290円で結構入ってるよ。というわけでいかがでしたでしょうか。こんにゃくパーク、Google 口コミ評価見たら 3.9 って書かれてたんですけど、まずそれはないですね。 4.5 以上は全然ありますね。まあおそらく週末とか混み合ってる時、混雑時の時の、低評価とかがついてしまったんだとは思うんですけど、
見るところも明確です。3カ所、工場見学とお土産コーナーとバイキングコーナー、人によっては直売所行くかもしれないですけど、そこだけ見てこの遊具とかその辺で遊ぶだけなんで、1時間あればね十分楽しめました。めちゃくちゃおすすめなスポットかと思いましたね、これは。というわけで、この後はですね、宿の方に向かいたいと思います。ここでね、俺2時間ぐらい費やすと思ってたから、もう少し観光できちゃうかもしれないですね。ではまた、そちらの動画ですね、概要欄 URL より続きをご覧いただけたらと思います。ではまた続きでお会いしましょう。バイバイ。